神奈川ショータイム。メリディアグループプレゼンツ神奈川ショータイム。イエーイ。桐蔭学園ラグビー部優勝おめでとう。この番組は同じ家は作らないメルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたします。今週も始まりました神奈川ショータイム。この番組は神奈川県内で働いているさまざまな業種の方々をゲストにお招きして、ゲストが何のお仕事をしているのか、回答者が罰ゲームをかけてトークする番組です。はい、ということで今週からは井ノ口彩子先生に来ていただいております。はじめまして、井ノ口彩子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう、ね、スタジオのに花が咲いてる感じがする。本当ですか。いつもと違いますよ、本当に。反応は頼みますよ、本当に。ありがとうございます、頑張ります。ちょっと待ってください、ちょっとごめんなさい、ね、はい、あの横のチャーハンくんがなんかずっとなんか胸にこうこしらえてるんですけど、何ですかそれ。チャーハン君大切そうに。すいません、あのこれ僕のあの、うん、彩子ってやつがいるんですけど、あ、同じ名前ですね。その友達の子なんですけども、今回あのなんかカレンダーを出したということで宣伝をしてほしいって言われたんですよ。おお、俺はやだっつったんですけども。友達なの、こういうの。はい、あの友達っつうか彼女。おーおーおー、だからよく聞いてこれ。ちょっと待って、あれ井ノ口先生、いやいやいや、ちょっと待ってください。もしかして私彼女になったつもり一切ないですけど、はじめましてで、どうもはじめまして、すいません、妄想しました。妄想してたのね。まあ、せっかくなんで、はい、あの井ノ口さんにあのカレンダーをちょっとね宣伝していただきたいなと思うんですけど。ありがとうございます、はい、2021年カレンダー私出させていただきまして、あの全部スタッフさんが女性なんですよ。グラビアって結構カメラマンさんとか男性の方が多いんですけど、本当仲のいい女性のスタッフさんで撮ったので、もうめっちゃ女の子が見ても楽しめるし、男の人が見てちょっと1年間一緒にデートしているような、一緒に暮らしているようなあの気持ちになれるカレンダーになってますので、皆さんぜひ2021年私と一緒に過ごしてください。よっ、皆さん、なんて言われてるか知ってます？ほ、なになに？モッツァレラボーデ。モッツァレラボーデ。モッツァレラボーデ。まあ、チャーハン君はもっちゃりとしたボディなんで。すいませんね。じゃあぜひ皆さん買わせていただきたいと思います。はい。お願いします。はい。それでは早速今回のゲストの方をお呼びしたいと思います。今回のゲストはこちらの方です。お願いします。こちらにお座りください。はい。それではゲストの方、自己紹介をお願いします。はい、佐藤勝孝と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回は佐藤さんの職業を皆さんに当てていただくという感じになっておりますけれども、はい、はい、そしてあのこの佐藤さんにちょっと大事な情報が入ってきておりまして、佐藤さん実はですね梅干しが大好物みたいです。梅干しが大好物。いらない情報がいるよ。大事な情報です。佐藤さん、その梅干し愛っていうのはどれくらいあるんですか？まあ、今日のスーツもちょっと梅干しを意識して。あ、はい、梅干しが大好きで、梅干しが好きで、はい、お菓子とかもスーパームーチョとか、そういうスーパームーチョ好きです。あ、やごめんね、チャーハン君があの男梅の人に見えてきちゃったから。あ、ね、本当だ、ね、いやいや、男梅実写版が。佐藤さん、うちのチャーハンも愛してやってください。はい、甘酸、はい、っぱいですけど味見をぜひ。はい、ということでそれではゲストの方が何の仕事をしているのか皆さんには当てていただきたいと思います。メルディア、皆さんこんにちは。 AKB48 チーム A の篠崎彩乃です。今日はですねメルディアグループ三栄建築設計の展示場に来ました。ということで早速行ってみたいと思います。わー、素敵、外観からすごい綺麗。こんにちは。いらっしゃいませ。メルディアグループ三栄建築設計の瀬上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞこちらに。はい、はい、こちらがダイニングキッチンになっております。はい、はい、アイランドキッチンでございますので、回遊型のダイニングキッチンになっております。すごい綺麗。こちらが、リビングになっております。じゃあどうぞ。このスキップフロアがあることです。はい、あの目線が下がります。
それによって包まれたような雰囲気になりますので、安心してリビングでお過ごしになることができます。すごい吹き抜けの階段すごいですね。はい、ありがとうございます。お2階はブリッジになってますので、はい、すごい広い。こちらがお姉ちゃんのお部屋ですね、うん、はい、すごい可愛いですね。女の子のお部屋なので、はい、白くて可愛い、そうですヨーロッパっぽい雰囲気になります。でこちらがですね、はい、収納になっております。何があるんですか、はい、わー広いですね、はい、すごい贅沢な収納スペース。もう一つのお部屋につながっています。すごい。こちらがお兄ちゃんのお部屋になってます。床の色が黒くて、うん、ちょっと男の子っぽいお部屋になってます。対照的ですね、はい、すごい。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひメリディアグループ三栄建築設計の展示場にお越しください。またね。ありがとうございました。まずはゲストの方の仕事の日の1日のスケジュールからご覧いただきたいと思います。じゃんということで、スケジュール表なんですけれども、これ井ノ口先生は何か思うことあります？質問とか。めちゃめちゃ普通じゃないですか。普通ですよね。私も早速ちょっといいですか、うん、お早い。僕も当たっちゃうかもしれないですけど、あそこ仕事してるじゃないですか、はいはい、その後にまた仕事してるってことは、これ僕多分あの海外系とかその FX とかそういう時間帯によってだと思うんですよ。あ、そういう職業ですよね。いやまだ聞くな、まだ聞くな。まだ答えを聞くんじゃないよ。お目が怖いな。いや佐藤さんもやられるんじゃないですよ。梅干しが好きだからって行かなくていいんですよ。そんな違います。違います。違った。海外とか全く違うんですか？違います。あれ、はいはい、中野さん、はい、はい、あのなんか会食ってあるんですけど、うんうん、これって毎日仕事の日はあるものなんですか？そうです、毎日ではないです。毎日は、はい、結構多いですか週？そう、半分ぐらいなんです。最近は少なくなって、まあまあ、ほぼやらないです、はい、最近ですと、はい、何もない時は会食がある、はい、会食で、会食ってことですか？どんな人と会食しますか？大事な方ですね。大事な方、恋人先と。恋人ではないです。恋人ではないか。大事な方、まあこれ以上聞いちゃうと答えが出ちゃいそうですね。はい、じゃあ1日のスケジュールのヒントは以上となります。続いてのヒントはこちらです。はい、写真が2枚ということで、佐藤さん、この2枚の写真は何と何でしょうか？はい、上の写真がメジャーで下がアイロン台です。アイロン台、もうあの完璧ですね。あの修復系ですか、それとも、新しく作るよっていう系ですか？佐藤さん気をつけてくださいよ。佐藤さん二人に挟まれてる。気をつけてくださいよ。の言えないです。言えないです。ああ、なるほど、わかりました。わかるの、それだけで。中野くんなんか全然わかってない顔するけど、ちょっとチャークアドバイスしてあげる。大丈夫？何もわかんないんですけど。本当に？え、アイロン台って言ったら布とか使うイメージあるんですけど、布ですか？布です。裁縫系。いやいやいや、なさるですよ。完全に分かってる人もいる。この中で関わりありそうな人っています？その職業に。あ、でも全員ですが、多分男性の方が多いです。男性の方が多い。いや、分かんなくなってきた。ものすごい言ったじゃないですか、うん、これプレゼントされたりすると嬉しいですか？あ、嬉しいですね、はい。もう完全に分かったみたいなので一旦ここで切りますよ、はい、ということで写真のヒントは以上となります、うん、それでは生徒軍団の皆さんには以上のヒントを踏まえ、ゲストの方が何のお仕事をしているのか、こちらの4択から選んでいただきます。はい、生徒軍団の皆さんで選べる答えは1つとなります。さあ、これ似たようなのがいっぱいありますからね。いや、本当ですね。迷ってると思うんですけれども、しっかり考えていただきたいと思います、はい、それではいきましょうか。それではいきましょう。それではシンキングタイム。かわいい。これだから私のさっきの質問ですよ。直す方ですか、どういう方ですかって言ったら答えなかったじゃないですか、はいはい、そういうことなんですよ。そうですね、会食も多いし、そうなんですね、そのままたしてるし、はっ、はっ、何？ちょっとひらめいてる。ひらめいたよ。会食してるってことはオーダースーツの可能性あるよ。全部聞こえてるよ。お客様の声聞こえて、はっ、
それでは生徒軍団の皆さん回答をお願いします。はい、4のオーダースーツです。お、その根拠は？この一択しかありません。お、潔いですね。ちなみにあの井ノ口先生も全然分かってないので、はい、井ノ口先生は何だと思いますか？私は1の染色家だと思います。お、割れましたね。はい、その根拠はやっぱりこう見ない色のスーツ着てらっしゃるので、だからスーツは引っ掛けで染色家っていう。なるほど、はい、さあどっちなんでしょうか。なんか喋りたかったように切りましたじゃあ行きましょうか。はい、はい、それでは正解 VTR ご覧いただきましょう。あなたのお仕事何ですか？あなたのお仕事何ですか？私の仕事はオーダースーツです。いやこっちとの温度差、温度差さすが初めてだからしょうがない。苦しゅうない、苦しゅうないみたい。悔しい。正解はオーダースーツということで、生徒軍団見事正解です。おめでとうございます。はい、それでは、ゲストの方には企業 PR をしていただきたいと思います。企業 PR どうぞ。はい、株式会社ファースタビリティの佐藤と申します。スーツといえばオーダースーツと言われるように、オーダースーツを当たり前の文化のしたいという思いでやっております。1着29,800円からやっておりまして、出張対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。安い、すごいね。もっと高いと思ってました。そうそう、オーダースーツって。じゃあこのスーツも自分でっていう感じですか？はい、すごいおしゃれ。いや、もうあの、もう申し訳ないけども、ボタンがおしゃれ。ボタンが、そう、確かに目の付けどころいい。そこ見ちゃったんですよ、すみません。でもね、佐藤さんちょっとお願いがあるんですけど、もうこれコンビ組んだ当初から揉めてるんですけど、チャーハン君はね、あのスーツを持ってないんです。ちゃんとした。そうなんですね。これもだからぜひね、この機会にね、はい、なんか似合う色とかあります？あのチャーハン君にありそうですか？でもまあ1着目であればもうネイビーとかが一番、もうどのシーンでも着れますので。ネイビー、ベイビー多分ネイビーの色あんま分かってないんだとりあえずあのネイビーってあの分譲色のやつでしょ？分譲全然違うし、分譲色って分譲色って何ですか？昭和の初期だよ、本当に。はい、ということでまとまったので、はい、今回のゲストは佐藤和孝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、生徒軍団久しぶりの正解ということでおめでとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。どうでした、どうでした？バシッと当てましたけど、和江くん。いや、もうすんごい快感。快感快感快感。でも井ノ口先生はもうこれ間違ったので、はい、これ本当申し訳ないんですけど、はい、チャハクにあのカレンダーをプレゼントをするっていう形でもいいですか？じゃあ、いや仕方なくだな。はい、嫌なんかい、嫌なんかい。ずっと家で見てやる。それはそれでね、夜寝つきが悪くなったらチャーハン君。ああ、嫌だ。嫌だ。嫌だ。なんて言う。そんな見ないでください。カレンダー出してるのに、ね。絶対見ないでください。はい、ということでね、カレンダーもぜひ買っていただきたいということで、はい、来週以降も引き続き生徒軍団皆さん頑張ってくださいね。もう当てますんで大丈夫です。はい、ということで皆さん、また来週。この番組は同じ家は作らない、メルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたしました。